なりたいチャンネルです。新しく様々な自然音も始めました。そちらもよろしくお願いします。悪役令嬢レベル99。私は裏ボスですが魔王ではありません。第5章506。エレノーラの学友は今、朗読を始めます。悪役令嬢レベル99。私は裏ボスですが魔王ではありません。第5章506。エレノーラの学友は今、嫌で嫌で仕方なかったウェディングドレスの試着も終わり、私たちは徒歩で帰路についていた。貴族街の近くにある服飾店から王都のドルクネステーまでの短い道のりだ。隣をスローなペースで歩くエレノーラは周囲を物珍しそうに見回していた。この辺りは私より詳しいですよね。歩いて通ることはなかったので新鮮ですわ。知っている景色のはずなのに知らないものがたくさん感じられます。彼女がドルクネス領で暮らすようになって数ヶ月、エレノーラの適応ぶりは凄まじく、靴もヒールの低いものを履くようになった。トレードマークのすごい派手なドレスがなんと派手なドレスに様変わりした。多分彼女視点では動きやすさ重視の簡素なドレスなのだと思う。王都は人の目も多い。馬車で移動した方が良いのだろうかとも考えたが、楽しそうに歩く彼女を見て不要だと思い直した。私、王都に久しぶりに来たのも不思議な感覚ですわ。ずっとここで暮らしていましたから。里帰りとも違いますけど、こちらの滞在を延長しますか。彼女を一人で王都に置いていくのは危ない。目を離すと危なっかしい御仁というのはもちろんあるが、エレノーラは身分的にいろいろと面倒な状況にある。ヒルローズ公爵はドルクネス領にて魔物に囲まれ自滅。唯一の肉親であった娘も行方がわからず生死すら不明というのが公式発表だ。我が家の居候、今も隣を歩いているエレノーラはエレノーラ・ヒルローズとは赤の他人だ。もし似ているなら偶然。このエレノーラと反逆した公爵の娘は全くの無関係である、などというドルクネス伯爵公式見解を信じる人はいない。ヒルローズ公爵の生存は私たちと王国上層部の数名のみに隠匿されているが、エレノーラに関してはみんな知っている。祭り上げられるにしろ、公爵家に対する恨みを向けられるにしろ、私とパトリックの目の届く範囲にいてほしい。数年もして公爵判断のほとぼりも冷めるまでの間だけ、彼女はずっと王都にいたいのだろうが、滞在期間を延ばすのが限界だ。1週の予定を2、3週に延ばすくらいだったら問題ないはず。ドルクネス領に置いてきた仕事を思い出していると、エレノーラから意外な返答が返ってきた。いえ、予定通り戻りますわ。少しくらいなら大丈夫ですよ。お買い物とかもしたいでしょう。お買い物は予定の期間内に行けますわ。明らかに動揺している。やっぱり王都でいろいろ見たいんじゃん。エレノーラちゃんは一文なししだが、私はいくらでもお小遣いをあげちゃう。私はエレノーラのパパみたいなものだから、パパと呼ばせるようにして、マジなパパの旧ヒルローズ公爵に自慢しよう。つかの間、頭を悩ませた彼女は不安そうに言いよどみつつ口を開く。あの、お買い物に行くときに、その、お願いしたいことがありますわ。いいですよ、何でも言ってください。ユミエラさんもご一緒にお店を回りませんか。長くなりそうなので嫌です。エレノーラの買い物は長い。学生時代に何度か付き合わされたのでよく知っている。時計の時間も長いし、体感時間でも長い。絶対と相対、2つの時間の監獄にとらわれた思い出は私のトラウマになっている。つい反射的に断ってしまった。一瞬で言うことを翻した私に、エレノーラは拗ねたようにそっぽを向く。ユミエラさんがお買い物嫌いなのは知ってますわ。嫌いではなく、性に合わない。ああ、興味がない、というか買い物アンチではないと言おうとして余計に墓穴を掘ってしまった。好きなものを否定されてエレノーラは怒っているだろうか。恐る恐る様子を確認すると、あちらに顔を向けて沈黙したままだ。
すごい怒っていらっしゃる。そしてついには立ち止まってしまった。あのエレノーラ様。私の呼びかけには答えず、彼女は一点を凝視していた。視線をたどると、どこぞの貴族の邸宅が、誰の家かはわからない。うちより大きいから伯爵以上だとは思う。特に変わった点もない屋敷を見ていたエレノーラは首をひねって言う。あれってアーキア向けのお屋敷かしら。馬車からの景色と違ってよくわかりませんわ。知らんうちにショッピングの話が終わっていた。都合の悪い話題がそれたのだが、アーキアム伯爵家はさらに都合が悪い。アーキアム家、王国の東部に領地を所有しており、材木の産地としても有名だ。そう、アーキアム領は先日私が丸太を取りに行ったところだ。記憶に新しいので貴族事情に疎い私もすぐに思い出すことができた。その当主である伯爵様と家族は王都で暮らしているはずだ。私の両親と違い、ちゃんとした中央貴族なので王国中枢に関わる何かしらの役職についているのだろう。役職名までは知らない。王都のドロドロ清掃に興味のない私が、アーキア向けについていくらか知っているのは、そこの娘さんと面識があるからだ。直接の会話をした記憶はないが、彼女の顔を見る機会は多かった。学園で同級生だったし、そして何より、次にエレノーラが言い出すことを予想して、早めに手を打っておく。私も詳しくないのでわからないです。帰ってから調べましょうか。聞いてみればわかりますわ。しばらくドロシアさんにも会っていませんもの。想像通りのエレノーラの言葉に、私は内心でため息をつく。ドロシア・アーキアムか。名前が分かって、彼女の顔も一緒に浮かんだ。私がドロシアを知っているのは、学園で彼女はいつもエレノーラの隣にいたからだ。アーキアム伯爵家は、過激派貴族。つまりはヒルローズ公爵の派閥であった。数ヶ月前の公爵反乱騒動で、公爵派の貴族家は多くが取り潰しになった。ヒルローズ公爵の大掃除計画を知らずに、打倒王家の決起会を開催し、まとめてお縄になったと聞いている。もちろん、すべての貴族家が亡くなったわけではない。慎重だったり、偶然だったり、寺寮にいていけなかったり、半数ほどの過激派貴族は難を逃れている。結構残ったようにも思える。しかし、頭数が半分でも、派閥のパワーは半減どころではない。絶対的なリーダーであったヒルローズ公爵と、主要メンバーを失った派閥は、今では力のほとんどを失っている。王都から離れていたので空気感はわからないけれど、残った過激派の人たちはあまり目立つ行動を取れない状況だと思う。公爵の反乱計画なんて知らなかったといったところで誰も信じないだろう。集まるだけであらぬ疑いをかけられるだろうから、これからどうするか会議もおちおち開けない。だから、かつての親玉の娘に会うなんて、絶対に拒絶するはずだ。エレノーラがショックを受けないように、面会拒否だと断言される状況は避けたい。突然訪問してはご迷惑ですから、事前に連絡してから行きましょう。ドルクネス領から何度かお手紙を出しているのですが、全くお返事がなくて、心配ですわ。何の心配もいらないぞ。無視されてるだけだと思う。私の懸念とは裏腹に、エレノーラはアーキアム邸への突撃を決心したようだ。ズンズンと屋敷の門に向かって歩いていく。これは直接断られるまで諦めないやつだろうな。しぶしぶながら、私も彼女に続いた。門の前には守衛が一人。予定にない来客は、よほどの大物でない限り通してくれないはずだ。エレノーラが門番に話しかける。彼もヒルローズ公爵の娘さんの顔は知っていたようで、危険なのが来たと顔をこわばらせる。失礼いたします。私はエレノーラ・ヒル。エレノーラですわ。ドロシアさんはいらっしゃるかしら。ドロシア様はご多忙でいらっしゃいます。予定にない方をお取り次ぎはできませんので、ご容赦ください。普通はそうなるよねって感じの事務的な対応だ。門番さんがエレノーラに臆したりせずに無難な返答をしてくれてよかった。このまま彼女を連れて帰れそうだと考えつつ、私も遅れて門の前に到着。
ダメそうですね。また今度来てみましょうか。門番はそこで私の存在に気がついたようだ。エレノーラの時以上に顔をこわばらせて、肌寒いのにもかかわらず額に汗が浮かんでいる。ああ、ユミエラが通せと言い出したらどうしようか考えているのか。私が強行突破を選んだら止めるのは無理だけどさ、そんなことしないって。押し入る意思がないと彼にも伝わるように、私は再び言った。無理に入るわけにもいきません。ドロシアさんもお体に触りはないようですから、ここは帰りましょう。これでエレノーラはおとなしく引き下がるだろうか。ドロシアと会えずとも無事が分かれば最低条件はクリアだと思う。彼女は割と本気で返事のない友人のことを気にかけているのだ。エレノーラが返事をする間もなく、私は続けた。エレノーラ様が来たことは伝わりますから、王と滞在中にドロシアさんの方から会いに来るかもしれませんよ。会うのは無理でもお手紙くらいなら。もし手紙すら来なかったら、また押しかけるかもしれないぞ。口には出さない続きの言葉を門番の彼はしっかり読み取ってくれたようで、何度も首を縦に振る。当たり障りがなく、しかし対面することは断る内容の手紙が数日後のドルクネステに届くはずだ。息が詰まりそうになりつつ待っていると、エレノーラが言った。そうですわね。突然の来訪失礼いたしました。どうかドロシアさんによろしくお伝えください。華麗な所作で一礼をして、彼女は門の前から退く。まるで公爵令嬢のようだった。そしてエレノーラは貴族街の石畳を自分の足で進む。見慣れたはずの光景に哀愁を感じた。次回は悪役令嬢レベル99第5章507、エレノーラのやるべきこと、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。